レヒガウは、ドイツビュルテンベルク州、ルートビヒスブルク郡に属す、町村である。この町は、シュトゥットガルト地域及び、シュトゥットガルト大都市圏に含まれる。レヒガウ町は、ネッカーボンチ南西部メッター平地に位置している。これは、エンツ川支流、シュタインバッハ川沿いの平らな盆地にあたる。シュタインバッハ川は町境を越え、東の林市にわずかに入ったところでエンツ川に、 合流する。レヒガウ町には、レヒガウ集落、バイセンホーフ小集落、ペーターソヘーフェ農場が属している。レヒガウの町域は順に、北西はフロイデンタール、北はエルリヒハイム、北北東はベニヒハイム、北東はバルハイム、南東はベージヒハイム、南,は,ム南はビーティヒハイムビシンゲ源、南西はザクセンハイムと境を接している。 隣接する市町村はいずれもルートビヒスブルク軍に属している。州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる、レヒガウの最初の文献記述は偽造された寄進状に見られる。この文書には、シュパヤー市教がレヒガウ在住のベディンガーという名の貴族からレヒガウのベータース教会を購入し、1147年に、 マウルブロン修道院に寄進するという内容が記されている。マウルブロン修道院は1244年にレヒガウの教会をシュパヤー聖堂参事会に移譲している。1484年、インゲルスハイムのビュルテンベルク領部分と交換で、プファルツ選定公領であったレヒガウの1、4がビュルテンベルクの所有となった。ビュルテンベルク公ウルリヒは1506年に フロイデンタールと交換で、コンラート・シェンクフォン・ビンターシュテッテンから別の1、4を獲得した。1529年に、バーデン編共白フィリップ一世は、ベージヒハイムとその周辺の土地を買い戻し、これによりレヒガウの半分が、バーデン領となった。レヒガウは1595年まで半分が、ビュルテンベルク領、残り半分が、バーデン領であった。1530年に、 堀と三本の塔を備えた楕円形の村壁が初めて文献に記録されている。この壁の遺構は1984年に文化財に指定された。レヒガウは1534年に福音主義化された。1579年、シュパイアー制度三次会によって10分の1、税倉庫が建設された。1595年、ビュルテンベルク公フリードリヒ一世がレヒガウの 残り半分を、バーデンのアムトムンデルスハイム及びアムトベージヒハイムと、共にバーデンドゥルラ派編共迫エルンストフリードリヒから購入した。レヒガウは、アムトベージヒハイムに編入され、完全に、ビュルテンベルク領となった。旅館、クローネの、ケラート1684年頃に、アンドレアス・キーザーによって描かれたレヒガウ遅くとも17世紀初めから、荒石作りの、 一部地上にまで及ぶケラーが作られた。これはかつて旅館、クローネのものであった。クローネと向かい合う、村壁の外側のケラーは、修道西側の後の旅館、ゾネの場所にあたる。このケラーは、徒彰地や馬の洗い場あるいは、水飲み場として利用された下インバッハ川の浅瀬、別手の近くにあったため、地中の深くない場所に設けられた。レヒガウの町役場ははじめブルネンがッにあり、 ハウプト通りの3階建ての木組建築は1602年までに建造された。1604年に教区倉庫が建設されたが、1686年8月に落雷のため10分の1税倉庫と共に消失した。1年後に再建された。1618年から1648年まで30年戦争が続き、その過程でレヒガウで110家族が死滅した。 1650年から、デヒガウは、アムトビーティヒハイムに属すことになり、すべての税はその中で支払われた。1739年、デヒガウから南に2キロメートルのローマ時代の旧正円跡にアーコプとハンスイエルクのバイス兄弟が、農場を開墾し、バイセン法不小集落が形成された。1799年11月3日に、 フランス軍が、レヒガウ近郊に陣を構えて、ルートビヒスブルクを脅かしたが、オーストリア軍によって撃退された。1802年、ベッテにュタインバッハ川に架かる橋が建設され、町の西側の二つの門が取り壊された。旅館ゾネ近くのベッテ広場と、1407年に初めて記録されたケルターの麓の広場は、ワインの積み替え場として利用された。ベッテの泉の水は、 小さな水路を通って、町の西に位置する貯水槽に供給された。1806年、旧ビュルテンベルクの町レヒガウは、新設されたビュルテンベルク王国の一部となった。1810年に、レヒガウは、オーバーアムとベージヒハイムに属した。1816年から1817年にかけて、夏のない年による飢饉のため、多くのレヒガウ住民が移住して行った。 かつての旅館、ゾネ1819年、村壁の外側、ビーティヒハイマーモンの向かい側に、旅館、ゾネが建設された。シュトットガルトとフランクフルトとを結ぶ重要な交易路が多くの旅人が宿泊する新しい旅館によって、町から切り離された。かつてのクローネのケラーの場所には、倉庫が設けられ、別のケラーの場所には1926年にゾネの、 祝祭ホールが建設された。この二つのケラーには現在、ケラーツアーで訪れることができる。1820年に町の東端にあるベージヒハイマーモンが撤去された。人口は1850年頃に30年戦争以前の人口を回復した。1851年に十分の一税への支払いが撤廃された。1875年に釘工場が設立された。 1938年の軍の再編によりこの町は、ルートビヒスブルク軍に属すこととなった。1970年に、町の中心部にあったシュタインバッハ川に架かる橋が撤去され、川の近くにあった小さな庭園が取り壊され、シュタインバッハ川が大部分が暗渠化された。村壁の一部も通行量の増加したベージヒハイマー、通り拡充のために撤去された。 1999年に南のバイパス道路が建設され、ベージヒハイマー通りの通行量は軽減された。2011年8月に旅館、ゾネの建物が解体され、歴史的な村の海遊路のポイントには、もはや存在しない。17世紀と20世紀の2つのケラーと、シュタインバッハ川沿いの北向きの外壁だけが残された。2つのケラーには新しい屋根や、 付属建造物が取り付けられ保護されていた。これらは2016年にショッピングチェーンノルマのために取り壊された。以下の表の数値は各時点での長域における人口の推定値、人口調査結果、バーデンビルテンベルク州統計局の公的研究結果に基づいている。レヒガウの町役場レヒガウの町議会議員は14議席である。町議会は 選出された名誉職の議員と議長を務める町長で構成されている。町長は町議会において投票権を有している。町の文章は青字に金色で大文字 L が書かれており、その左上に6本の突起がある金色の星が描かれている。木から青の配色の町の旗は1980年3月12日に認可された。 1998年に開館した技術史博物館、釘博物館は4500種の釘を含むレッカー社のマスターコレクションを起源とする。この企業は1876年から1974年までの約100年間にわたってレヒガウで生産を行っていた。このコレクションに基づき活動サークル、ドルフビルトレヒガウは、 釘の歴史に関する常設展示を制作し、釘をテーマとするテキストや図による説明を加えた。これに加えて、珍品の展示もなされている。釘博物館は、2011年5月15日から、オーベラ通ーりー8番地の歴史的な邸宅内の新しい展示室に入居している。ベータース教会レ・ラヒアーライターレ・ヒガウは、泉谷彫刻が豊かな町である。その多くは、 地元在住の芸術家、カール・ヘニング・ゼーマンによって制作されたものである。例えば、ベータース教会前の十字架群像、町役場の泉、ラートハウス広場の彫刻、デア・バインスカンダル、ベージヒハイムへの出入り口にある、デラヒハーライター、ライネッテ、フックス、市民庭園の階段の彫刻や、泉、ハーゼンドプファーブルネンなどである。デヒガウは、 ビュルテンベルクワイン地区のビュルテンベルクウンターラント地域、シャルクシュタイン大地区に属すワインの産地である。レヒガウにはグライダー飛行場がある。軍立クレーブラッド養護ホームの老人、養護ホームがある。町にはビルケンベーク、リリエンベーク、ベートーベン通りの3つの幼稚園、およびシュール通りのキンダーハウスハーゼンネストを運営している。この町の電力およびガス網は、 ネッツ BWGMBH によって運営されている。飲料水はベージヒハイマー水供給グループによって供給されている。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。